カッパ見に来ていただきまして、本当にありがとうございました。そして、カっパの後、めちゃくちゃ最高でした。先輩方々、本当にありがとうございます。キンバのキンバラジオさあ、始まりました。キンバのキンバラジオどうも、最近の悩みは、 滑舌を良くしたい。金馬と申します。よろしくお願いします。まあ、あの、皆さんもご存知の通り、滑舌がむちゃくちゃ悪くて、まあ、このラジオでね、聞きにくいところ多々あると思うんですけれども、まあ、もう、あの、ぜひね、あの、いつものことだと思って、はい、あの、聞いてください。よろしくお願いいたします。あの、できる限り、滑舌よく、今日も喋りますんで、よろしくお願いいたします。そして、今日から、スタンド FM、 にも、まあ、この音声、音声というかラジオを録音してるやつを流しています。あの、サンド FM の方は、あの、ぜひよかったら YouTube でキンバのキンバラジオって検索してください。で、ぜひよかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。まあ、あの、サンド FM、あの、あれがバックグラウンド再生が できますんで、まあ、通勤とか、えー、こう移動中とかに、ま、ぜひよかったら聞いていただけると、えー、嬉しいんでよろしくお願いいたします。えー、サンド FM の方もたくさんよろしくお願いします。あと、あの、レターっていう機能あると思うんですけど、どうするか、まだそのレターも読むのかどうするか、ちょっとまだ決めてなくて、まあ、あの、本当に、まあ、送っていただけたら読みますし、 まあ、ぜひよかったら、レターとかも送ってください。よろしくお願いします。えー、この前ですね、あの、チカッパというライブが、まあ、ございまして、7月31日水曜日、えー、おとといですね。はい、チカッパ。はい、あの、たくさんの方々、えー、見に来ていただきまして、本当にありがとうございました。もう久しぶり会う、1年ぶりくらい。 会う方とかもいたりしてて、でもめちゃくちゃずっと応援してくださってて、本当に久しぶりお会いできてよかったなって思いましたし、もう本当、あの、お差し入れとかもいただきまして、本当にありがとうございます。いや、本当、最近のライブで、 結構差し入れいただく、えー、ことが多くて。いや、本当に、めちゃくちゃ嬉しいです。もう1年前とか、NSC 生の時とか全然差し入れとかもらってなかったんで、本当に、もうありがたいし、うん。だからこう、NSC の時に全然もらってない時期があるんで、めちゃくちゃ嬉しいんですよ。本当に差し入れって。本当にありがとうございます。で、まあそのチカッパーなんですけれども、あの、奥歯で、 漫才をしまして、あのー、芸歴12年目の、えー、僕の11年先輩である、えー、小野上千恵さんっていう、まあ、福岡吉本のピン芸人の、まあ女性の方と、えー、ユニットを組みまして。で、まあ、このユニットで、まあ M1 にも挑戦するんですけれども、まあその M1 に向けて、今回の地カッパで、まあ、漫才、あのー、新しいネタ作って、試して、 たんですけど、あんま手応えなくて、やってみたら手応え全くなくて、で、こう終演後ライブ終わって、その、まあ、見に来ていただいたお客さんとかといろいろ話してた時にいに、結構めっちゃ受けてましたよ、みたいな、とか、いや、なんか、 こう、構成とかも一番良かったですよみたいなこととか言われたんですけど、やっぱあんまり手応えなくて、あの、ま、チカッパ、えっと、先月とかはコントで出たんです。あの、キングオブコントに向けて、あの、小野上千恵さんと奥歯で出たんですけど、 まあ、あのー、そのコントと比べて、まあ、漫才も別に受けるところはあったんですけど、前やってた、先月やってたコントほどではないなあという、受け量的にコントほどではなかったなあって思ってでも、もうその、受けてたって言われたんですけど、あんまり、えって、 え、ほんほ、ほん、ほですかみたいな。そんな感じの感想で。で、まあ、やっぱり手応えなかったなって思うんで、本当悔しいんで、それが。また来月、A ネタ作って臨みます。あの、もちろん M1 も勝ちたいし、1回戦突破したいし、その2回戦突破できるように、3回戦進出できるように、 もうほんといいネタ仕上げて臨みたいと思いますんで、あの、来月もありがたいことに出させていただきます。8月20日火曜日19時半開演、えー、同じ場所です。関東館衝撃場という、ま、当時町駅から徒歩2分か3分くらいの、えー、ところで、えー、やります。はい。あのー、ま、来月も奥歯で漫才します。で、手売りチケットが1000円。で、当日券が1200円となっております。あの、手売りチケット、 たくさんございますんで、X かインスタグラム Instagram の DM の方に連絡ください。よろしくお願いいたします。あともう本当ちょっと言い忘れてたのが、あのー、ライブ終演後声かけてくださった方々本当にありがとうございます。あのー、やっぱり声かけてくださるっていうのがめちゃくちゃ僕嬉しくて、あの、なんなら本当あの終演後に、 お客さんと話すのが、こう、ライブの中での一番の楽しみというか、まあ、受けたいとかもあるんですけれども、いや、やっぱ一番の楽しみ。それなんですよね、終演後お客さんと話すのが。もう、ライブの日行くときに、あ、終演後お客さんと喋れるわ、みたいなので、なんか、楽しみに向かうみたいな感じで。で、本当あの、もう一年前とか、もうめちゃくちゃどん底、 もう、ほんまに終演後、全然話す人がいないみたいな。で、ずっと、えー、立っているみたいな、こともあったから、なおさら本当に嬉しくて、で、本当に、あの、声かけていただいた方々本当にありがとうございます。もうめちゃくちゃ嬉しいんで、あの、もっと、あの、どん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 声かけていただけると幸いです。よろしくお願いします。えー、そして、まあ、あの、ちかっぱの後、 まあ、ライブ終わって片付けとかしたりしてて、で、なんかこう、まあ、あの、作家の先生からアドバイス受けたりしてて、で、まあ、チカッパ終わって、で、あのー、僕の一年上の先輩である、あのー、蝶々効果のシャナゾウさんと、なんか、前からずっと思ってて、その、一緒に <laughs> 温泉行きたいなっていう、 ちょっとなんかこう、親睦を深めたいなっていうので、温泉行きたいなってずっと思ってて、で、この、その、近っ端の終わりに、ちょっと、シャナゾーさん、あの、ちょっと温泉、好きですかみたいな。サウナとか好きですかって聞いたら、サウナ好きよって言ってくださって、で、ちょっと、あの、ちょっと温泉行きませんかっていう、ことを僕言ったら、おー、ちょ、行こうよ、みたいな。 で、あのー、もう今日、今日行こうよ、みたいな感じの、えー、話になってって、で、まあその、シャナゾウさんとその、温泉に行くことになったんですけど、でもう嬉しくて、まあその、シャナゾウさんと、まあ一旦、あの、温泉の方に向かってたんですけど、あのー、そ、その、向かってる途中で、あのー、ここ上の先輩である、あの、ベングル、 まあ、豊島さんから LINE であので、あのー、東神町駅近くの餃子屋さんあの、まあ、楽勝さんというお店なんですけどなんかそこで飯食ってるからこ、まあ、れたら来てみたいな、まあ、LINE が来ててで社名蔵さんとかもその作家の先生のアドバイスを公表受けるみたいな時間になったんで一旦僕はその。 ベングルの豊島さんの方に行って、で、ちょっと11時半までで大丈夫ですかみたいなことは言っておいて、まあ11時半まで、あの、一緒に、まあご飯食べさせていただいたんですけども、それもめちゃくちゃ楽しくて、本当に、なかなかこう、その先輩と、あの、一緒になんかご飯食べるとか、誘ってもらうこと、まあちょくちょくはあるんですけれども、本当に、やっぱ嬉しい、 で別にそのなんかこう、おごってもらいたいとかではないんですよ。もうシンプルに先輩ともっとその仲良くなりたいというか、あのー、やっぱりこう、その平場とかでも仲良くなってた方がいいから、その先輩と仲良くなりたいっうので、行きたいなって思ってて、で、特にそのベングルの豊島さん、めちゃくちゃおもろい先輩、 先輩なんで、いや、本当に誘ってい,いただけて、本当にめちゃくちゃ嬉しかったし、まあ、他にも、あのー、カーネギーの沢さんとか、あのー、リクムの椿さんとか、デシリットの,の森尾さんとか、他にも先輩方々入れて、いや、本当に楽しく、まあ、そのご飯いただいて、で、まあ、11時半まで、まあ、おらせてもらって、そっから、まあ、シャナゾウさんと、あの、福の湯っていう、まあ、福岡の、まあ、めちゃくちゃいい温泉、 があるんで、すけど、まあ、そこに行って、でまあその着いたのが1時くらい。まあ、深夜1時くらいで、その福の湯ってのが、まあ、あの、深夜3時まで、えー、空いてるんですよ。だからまあ、えー、2時間くらい、入ったんですけれども、もうその、ちょっと、もう、おもろかったのがす、すみません、ちょっと福の湯のおっちゃんの話で、 急に服の上のおっちゃんの話になるんですけど、もう太ってる40代くらいのおっちゃんがいてて、で、あのー、僕とシャナゾーさんサウナに入ってて、で、えー、先にシャナゾーさんが上がって、で、僕8分くらいして上がったんですけれども、あのー、で、水風呂入って、で、露天の方に、あのー、整いベッドみたいな、あのー、サウナ上がってから、こう、 まあ、外気浴で休憩するんですけど、それでなんかこう寝れるようなベッドみたいなのがあって、で、まあ、あ奥の方に4つベッドあったんですけど、左の2つは空いてて、で、右の2つは、えっと、端の方の1つが空いてて、で、その中央寄りのもう1個の方に、まあ、その40、 大くらいの太ってるおっちゃんがいてて。で、まあ左二つ入ったんで、まあその僕とシャノゾウさんそこで、まあベッドに横になってて寝て、寝、ね、寝てるっていうかもうほんとぼんやり、ぼーってしてる感じで、いてたら、もうその横のおっちゃんが、もう多分気持ちよくなったんか、もう寝てて、で、もう横でもうずっとそのいびきをかいてるんですよ。 で、もその、まあ、あその、うるさいんですけど、なんか、うるさいけど、ちょっと不安になる、なんか、いびきの書き方してて、かー、かー、かー、みたいな、なんかこう、もう、鼻呼吸じゃなくて、もう完全に口呼吸なんですよ。かー、かー、かー、みたいな。で、何回か、かー、かー、かーってしたら、 うん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 みたいな。なんかこう、ちょっともごもごするみたいな。で、また、かぁ、かぁ、かかって。まあある程度やったら、また、うん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 みたいな。なんかもごもごするみたいな。なんかその、うん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 がもうその、もごもご、そのもごもごがなんかブリッジになってて。で、なんかその、もう流れ、かぁかーかー で、もう、うん、の、もごもごの流れみたいな、下りが何回もあって、で、もうそのな、もごもごがそのブリッジなるんかいっていう。なんモもごもごがブリッジって、なんか思ってしまって、なんか謎にわらけてきて。で、もうこのサウナ上がって整いたいのに、ちょっともう横でそれやられるから、もうなんかだんだん笑けてきて、で、 そのもうか、か、書き方もやっぱりもうその鼻呼吸じゃなくて完全に口呼吸なんですよ。だからもうほぼ無呼吸症候群の人の、そう呼吸の仕方の感じやから、なんかだんだんちょっと不安になってくるわで、もう全然集中できずに。これはちょっともうあかんと思って、またあの、シャナゾウさんとその塩サウナに行って、 で、10分くらいかなあの、いたんですけど、上がって、で、また、その水風呂入って、で、外局しようって思って、露店の方行ってたら、そのおっちゃんまだ、あの、うん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 、の、そのブリッジやってました。<laughs> まだやってんねんと思って。で、まあ、なんか、それ、面白いなって思って。で、まあその、また露店行って、で、まあその、なんか、整いベッドみたいなのあったんで、そこで、なんかこう、 奥に一台だけテレビあったんですけど、そこにたまたま新喜劇あってて。で、まあそれ見よって。で、意外とシャナゾーさん新喜劇好きやったんやっていう、なんかちっちゃい頃見てたみたいな話をしてて。で、そうずっとその新喜劇見てて、で、まあ終わって、で、そっから上がって、まあ帰って、で、その後にもう家にも泊めていただいて、で、 えっとまあ、家に着いたのが3時半とか、シャンゾーさんの家に着いたのが3時半とかなんですけど、もう5時くらいまで、いろいろと話して、結局そこから寝て、で、僕は8時に起きて、で、9時くらいに、まああのー、家を、まあ、出てったんですけれども、本当にもうその、家まで泊めていただいて、で一緒にあの温泉もあの連れてっていただいて、本当にいや楽しかったなってもう、ま、マジでもうちょっと、 シャナゾウさんにはもう本当、なんか恩人の領域というか、うほんまに恩人レベルでもうありがたかったなっていう、本当に素晴らしい先輩です。本当に素敵な先輩なんで、はい。もう僕はもうシャナゾウさんのこと恩人だと思ってますんで、はい。まあまた行けたらいいなーっては思います。でちょっと、あの、本当は <laughs>、あの、その、行ったのが福の湯の、あの、 サワラクのやつで、リニューアルオープンしたんですよね。めっちゃ最近。もう7月の25とかあたりですね。ちょっと詳しい品じはわかんないんですけど、リニューアルオープンしてて、ちょっと本当はあのー、福の湯の良さ、福の湯サワラクめちゃくちゃ良かったなって思ってて、その良さをちょっと伝えたかったんですけど、ちょっと時間なくて、 なんかまた今度、あの、伝えます。あの、服の湯触らくの良さを伝えます。はい。ということで、あの、そんな困難でお時間でございます。あの、まあ、冒頭言いましたけれども、あの、チカッパ、あの、8月22日にあります。手売りチケットございますん,んで、まあ、もしご都合良かったら、見に来てください。よろしくお願いします。あの、X か Instagram の、 ゲームに連絡いただけると幸いですので、どうかよろしくお願いいたします。そして、まあ、スタンド FM で、えー、まあ、初めてとか、えー、聞かれる方いましたら、あの、ぜひよかったら、YouTube のチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、まあ、YouTube だったら、あの、コメントとかに、あの、感想待ってますんで、ぜひよかったら送ってください。そして、あの、レターの方も、 あの、ぜひよかったら感想とか送っていただけると嬉しいんで、どうかよろしくお願いします。えー、最後にぜひよかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。次回も聞いたってやバイバイ